皆さんこんばんは。今日は、プッチ組の9月号を紹介します。今回の付録はお絵かきパートネオンマーカーを紹介します。これは光るそうです。これは5月号2の付録でした。これは5月号から8月号まで集めたやつです。紙です。それではこれのやつもやっていきます。それではシール剥がします。これはシールです。この星座が あとこれを貼るとあと2つで完成です。10月号で完成です。これは何、これはこういうのです。裏双子座です。これはなんだ、なんかコーデがいっぱいあります。裏も同じです。それではこのファイルみたいなやつにつけていきます。ちょっと待って、それではつけます。あーやばだから両方でやらなきゃいった誰か助けて、ゆうな、だいちゃん助けて、だいき、やだ、だもういいよ、泣いた、もう一回最初からだ、泣いてる、大丈夫、つけます。へい、何ですか、もうだいき、あっち行け、やるね、喧嘩をしています、二人で、やるね、やります、やりました、反対だった、反対につけました。これ次はこれをつけます。はい、つけます、つけました。それではこれをやります。できました、見せてください。反対です、なんてやめた、邪魔だから。これが星座の証です。邪魔で当て、はい、今日はこれとこれの星座がついてきました。これとこれって 何の星座、双子座と射手座がついてきました。見せてください、今日の付録、9月の付録、付録、10月は魚座と天秤座のシールがついてくります。10月号で星座は全部揃えます。次はこのお絵かきバットネオンマーカーで遊びます。遊んで、ピボーン、じゃん、じゃん、来ました。これを剥がします。次です、次はこれ、鉛筆、鉛筆じゃなくてペンだよ、ペン、ペン、やめて、大気は邪魔なんだから。いいけど、絵を描くとなんかボタンがあって光るそうです。これでも光ります。あ、光った、一回見つけてみます。光りました、まだ、まず絵を描きます。それで電気を消します。なんか適当にハートを描きます。大ちゃん、あとで描いていい？うん、あとでね。こうやって色も塗ってもいいです。こんなの、次ライちゃん、待って待って、こういう絵を描きました。こんな絵を描いた、ハート、ハート、次で、ハートで終わったの、電気を消して、電気を消します。消して、あ、お、綺麗です。行ってて、綺麗、ほら、本当だ、綺麗、綺麗に絵が光ります。描いてみますね、一回、あ、これで描いてみれば、うん、これで描いてみる。お、すごい、光った、光った、ラーちゃんのとこ来た、いや、後ででいいでしょ、はい、色があれば違う色でも光るそうです。これの種類の、ちょっと一回だけだよ、一回僕は描きます。そうやって描かない、はい、いいよ、はい、こんなのを描きました。こんなのです。電気つけて、だい、ここちゃんなのがあります。綺麗です、綺麗だね、ほら、こんなの、電気を消します。電気を消すと違う、普通の
つです。美を描いた。ライトを消したんです。うん、ライトを消すと普通。はい、ほら、こんな感じ。いいかな。裏だとこんなの。なめ、ね。うるせえな。うるせえな。こんなのです。これで白く。この枠がピンクで、この種類のやつだと同じように光るそうです。そうです。違うやつだと消えないかな。これは、濡れティッシュとかメガネのついているなんかハンカチとかで消えます。ここちょっと消えた。うん、濡れティッシュとかウェットティッシュとかです。こんなのがいろいろ書けます。消してみます。ティッシュ、これはティッシュです。ティッシュでも消えます。書いたらこんなピンクになりました。はい、すぐピカピカに消えました。こんなのです。濡れティッシュだとここちょっとだけ濡れます。うん、濡れてその後ティッシュでやると最初からみたいになります。これで紹介終わります。チャンネル登録よろしくね。自由